はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばです。はい、見てたね。えー、今日はこの中に入ってます。はい、キャリーケース好きですね。見てたね。ねはい、どうもお、皆さん、こんにちは。沖縄おばばです。はい、えー、まあ、やっぱりというか、なんというかね、えー、どんのブログさんか出してました。はい。えー、例のね、オフランスでございますね。オフランスの、あのー、アレイ、アレ用。はい。 あの、あれうでございますけど、どうやら本当にね、えー、私と、もしかしてそうなんじゃないかなと思ってたんですが、はい、えー、朝の配信でもね、ちょっと言いましたが、どうやら本当に、あの、あんのね、あんのね、はい、あん、アンでございます。あ、あ、あんです、はい。あーのね、ティッパーが絡んでいたみたいですね。 はい、えー。そんなことが記事になってました。あの、黒ずく、黒ずくめの服装の人たちで、どう見てもね、素人ではないと。はい。どう見ても素人ではないと。うさんくさい人たちがね、これをやっているっていうことなんですね。これね、本当にね、もう考えさせられるんですけど、えー、まあ、ぬっ、 日本にもこういったやからはね、まあ多少なりともいると思います。どうしてかっていうと、まあ特にね、とうのきょうですよね、とうのきょう。はい、えー、そろそろちゃんですよね。そろそろちゃんと仲いいですから、あの、おさが。はい、とうのきょうのね、おっさがね、えー、そろそろちゃんと大の仲良しですから、えー、これいる可能性あるんですよ。もう本当にね、気をつけないといけないと思います。 はい。えー、まあ、オフランスの人たちはね、えー、まあ、ある意味、こう、血気盛んなんですけど、いろんな意味でね、えー、日本の人々に比べてね。はい。えー、でもね、ちょっとあまりにもね、これをやってることはおかしいなとは、ちょっと思ってたんですよ。だやっぱりというか、なんというかね、まあ、確たる証拠っていうものは、多分今でも出てきてないんでしょうけど、えー、黒ずくめと、はい、服装がね、 え、なので、えー、まあ、制服みたいなもんなんでしょうね。はい。まあ、黒ずくめっていうのはないですからね、一般の人の服装は。はい。えー、まあ、黒好きで着てる人はいますけど、全員が全員黒ずくめっていうのはまずないですからね、一般の人は。大多数半分以上黒、黒上か上、上下上下ね、黒着てるっていうことはほぼほぼありません。 まあ、あるのはね、えー、そういった場面っていうか、そういう場面はほぼほぼね、えー、いわゆる観光総祭ですね、とかお寺さんとか、あと葬儀場とかね、えー、そういう場面だったら、まあ黒ずくめもいますけど、普通、はい、普通、まあ,あ、買い物してたりとかしてわかると思うんですけど、普通の人が黒ずくめってないですから、はい、えー、大多数黒ずくめということはありません。 はい。断言します。なので、えー、これ多分ね、仲間、仲間を見分けるためにね、えー、こういう、多分、服装はこういう感じでね、揃えてね、仲間は危害を加えないようにとかね、いろいろ多分、あの人たちなりの、そういう、う、決まり事があるんだと思ってます。はい。制服着てるみたいに黒ずくめばっかりっていうのはおかしいですから、はい。 えー、なので、これ、あの、ティッファーかもしれませんね。はい。そろそろちゃんの手下でございます。まあ、いくらぐらいお金もらってるかわかんないですけど、まあ、よくないですよね。はい。えー、まあ、ぬっぽんでね、このようなことが起きないことを私は祈るばかりです。はい。えー、まあね、本当に、あのー、昨日起こったね、宮城み、あ、 宮崎県ですね。宮崎県のあの、飛行機のね、煙ですよね。あれもちょっと気になってます。実を言うと。おまあ本当に整備不良だったらいいんですけどね。はい。えー、いわゆるね、あ、ボンボンの人がね、見落として、えー、何らかのね、故障を見落としてて、えー、整備不良ということだったらまだいいんですけど、えー、何らかのね、意図があって何かをやられてしまったっていう。まあ報道は絶対されないでしょうけどね。こういうことは。はい。 えー、だったらもうほんと心配な、だなあと思います。えー、ちょっとね、旅行とかはもう近場にしといた方がいいと思いますよ。夏のね。えー、ちょっと近場のキャンプ場行くとかね。はい。まあそういうことです。まあキャンプって言ってもね、なんか集中豪雨とかあるともう台無しですけどね。はい。えー、そういうことです。まあ,あ、なんていうのかな、日帰りとかで、 えー、まあ、海辺に行ってね、バーベキューとかね。はい。まあ、そういうのだったら、まあ、被害はあんまり、まあ、いろんな意味でね、ないとは思うんで、もう一回ね。 夏のお娯楽ですね。はい、夏休みの娯楽もちょっと皆さんね、えー、考えてくださいませ。よろしくお願いします。まあ、ここね、えー、2年ぐらいはお菓子のことが起きるんで、えー、この2年をね、なんとか乗り切ってまいりましょうね。はい、それではまたごきげんよう。沖縄おばばでした。にゃーねー